早速どんなテーマについてお話しいただけるんでしょうか。はい、今日はですね、男性の更年期障害についてちょっとお話しさせていただきたいと思うんですね。はい、はい、今男性の方も更年期ってよく聞きますよね。そうですね、はい、もう本当になんか更年期と言いましたら女性特有のみたいな形でよく思われがちですけど、うんうん、男性にも更年期障害というのはあるわけなんですよね。はい、じゃあまずこの男性の更年期障害のですね、まあ、定義的な部分、これをちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、はい、まず加齢に伴ってですね、この男性ホルモンのこの部分的欠乏によってですね、起きる、まあ、症候群のことを男性の更年期障害というわけなんですね。はい、はい、やっぱり男性もホルモンですよね。そうなんです。はい、はい、でこの男性のその更年期障害の主な症状、これをちょっとご紹介させていただきたいと思うんですね。はい、まず男性に更年期障害の症状を3つによって分けてですね、はい、よく説明されますんで、はい、3つに分けてちょっとご紹介させていただきたいと思うんです。はい、でまずこの更年期障害のですね、主な症状でもこの身体的症状、これはどういうふうなものあるのと言いますとですね、ほてり、のぼせ、あと多汗ですよね。はい、で動悸、息切れ、疲労感、めまい、頭痛、肩こりで腰痛、手足のこわばりだとかしびれ、こういうものがですね、この身体的症状として男性の更年期障害に出てくる主な症状と。はい、であと性機能症状としましてはですね、性欲の減退であったり、あとその、勃起力のその減退、あとセックスのその頻度減少、こういうものが性機能の症状としてのその男性更年期の障害と。はい、であとその、精神症状としましてはですね、気分が沈んだり、あと気難しくなる、起こりやすい、あと不安感や寂しさをですね、感じやすいと、あと記憶力の低下、あと集中力の低下、不眠、これが精神症状としての、まあ、男性更年期の、主な症状ということでよく言われます。はい、先生、今ねお話を伺ってたら、はい、これってまさしく女性の更年期にも言える症状なのかなって思うものが多かったんですけれども、はいはい、そうですね、やはり男性も、まあ、女性も、まあ、人間ですから、うんうん、で違いというのはやはりその女性の場合はその1ヶ月に1回その生理という、まあ症状がこう、まあ、現象が起こるわけですけども、はいはい、まあ、男性の体のに関しましても、やはりそのだんだんですね、更年期に伴ってこうホルモンのバランスが崩れてくると、うん、やはりその、女性と同じようにですね、ホルモンのバランスによってのその先ほどご紹介したような症状が出てくるわけなんですね。はい、まあ、女性の場合はその月経がなくなることで、はい、まあ、自然と自分でもね、こう更年期意識するようになると思うんですけれども、はい、男性の方はね、はい、まあ、先生が今お話ししたように、はい、そういうのがないの で、そうですね、なかなか自分でも、はい、これ更年期かなって自覚しにくいんじゃないかなって思うんですけれども、いや本当にですね、その通りですよね。はい、表に見えない部分、本当に分かんないですね、男性の場合は。本当に、まあ、年も年だし、そうかなって病院に行ってその検査をすると、うん、男性ホルモンの値がこう極端に低くなってる、うん、更年期だよというふうな形で、まあ、診断されるような、まあ、そんな感じですからね。うん、はい、特にこの精神症状、メンタルもね、はい、今本当に若い方でもそうですけど、はい、メンタルね結構病んでる方多いじゃないですか。はい、だからね、やっぱりだんだん年齢とともに疲れやすかったりとか、はい、まあ、そういうのもいろいろ自分の中では、まあ、年のせいかなってただ単に思いがちかなって思ったりするところも多いんですけれども、はい、やっぱりその身体症状はもちろんなんですけれども、はい、やっぱりそのメンタルですよね、はい、不安感とか寂しさを感じやすいっていうのもあるので、うん、はい、やっぱり自分でも男性の方ももしかしたらこれは疲れとかそんなじゃなくって更年期のせいなのかもなってこう疑うことも大切っていうことですよね。うん、そうですね、はい、うん、その通りだと思います。はい、はい、では具体的な改善例ですね、今日も2人ご紹介いただけるということです。はい、はい、まずお一人目はですね、まあ、病院に行かれてですね、まあ、男性の更年期と診断されたということで、ご相談いただいた方の症例なんですね。はい、で、まずこの方は 1,2 年前からですね、精神的にこうイライラしたり、うん、で急に落ち込んだりで夜眠れなくなったりとですね、体調不良が続いてたということなんですね。はい、はい、で検査では、まあ、
男性ホルモンの値が低いと言われた、まあ、これがまあ要は決定的な部分だったんです。でやはりあの、先ほどのご紹介させていただいた症状じゃないですけど、やはり怒りっぽい、あと精力減退、疲れやすい、で体質の部分でお話しいただいてたのがですね、20代の頃自律神経失調症でまあ続いた経験があるという方の症例なんですね。でこちらの方にですね、服用していただいたお薬なんですが、サイクカリュウコツ五苓湯というお薬なんです。でこの方のまあ経過をご紹介しますと、まず服用して1ヶ月経った時点ではですね、イライラすることがまあなくなってきたかなという、まあ、そんな感じだったんです。で2ヶ月半経った時点ではですね、あののぼせることがなくなってですね、不眠で悩むことがなくなってきたんです。はい。で4ヶ月経過した時点ではですね、まあ、元気がこう出てきて、まあ、疲れないというようなこと、はい、で6ヶ月経過した時点ではですね、まあ、家族の方から最近怒らなくなったねというふうに言われるとで9ヶ月経った時点ではですね、まあ、最近ではその体が疲れなくなって夜も元気になって、まあ、精神的にも落ち着いていますという方の症例なんですね。はい、やっぱりあの先生、この2ヶ月半ぐらいの時には、はい、あの不眠で悩むこともなくなったということで、はい、眠れるようになったっていうのがやっぱりね、はい、一番なんか体にとってもいいことですよね。そうですね。はい、ではお二人目ですね。はい、でお二人目はですね、あの、まあ、よく男性の更年期と言われると、まあ、前立腺肥大症でなんていうふうなこともあります。この前立腺肥大症でお悩みの方の症例をちょっとご紹介させていただきたいんです。はい、でこの方はですね、まずトイレの回数がとにかく多いと。で日中はもう30分おきぐらいに行っちゃうんだっていうんですね。それも大変ですね。うん、で夜間もですね、3、4回その起きてですね、トイレに行っちゃうと。ですから本当に大変だと思います。で前立腺がですね、腫れてこの尿道を圧迫していると、まあ、ドクターの方から言われて、で様子を見て場合によってはそのオペした方がいいかもというふうに言われているということで悩まれてご相談いただいたんですね。で体質的な分でお話しいただいたのが、この方あの過敏性腸症候群で、通院した経験と、あと中性脂肪コレステロールが高くてですね、まあ、胃腸の内服薬を2種類飲んでますという方の症例なんです。でこちらの方に関しましてはですね、五社腎気丸というお薬をまあ服用していただいたんです。で、まず1ヶ月経った時点ではですね、変化はありませんと、まあ、あえて言うんであればさ、多少肩こりが改善したぐらいだということをおっしゃられたんですね。で3ヶ月経過した時点でですね、おっしゃられたのが、まずトイレの回数がまあ減ってきましたと。で5ヶ月経過した時点では、検査でこの残尿の量を測ったところ、まあ、残尿の量が減っていると言われたと。で7ヶ月経過した時点では腰の具合もまあ良くなって、最近ではこう手足のそのしびれ感も感じないと。で11ヶ月経過した時点ではですね、夜のトイレの回数もですね、1回なので、まあ睡眠不足にならず体は楽ですということで、まあ現在も継続されている方の症例なんですね。はい、先生からオペが必要かもってね言われた方がね、はい、ここまで回復されて、はい、ね、今体も楽になったということですもんね。そうなんですね。はい、本当このお二方ともね、はい、漢方薬処方していただいてね、あのよかったですね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はあの男性の更年期障害についてね、はい、実際の症例も交えてご紹介いただきました。はい、はい、ではあの先生、はい、あの大宮で毎週相談会やってらっしゃるのでね、はい、その方についてもご案内いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。毎週金曜日ですね、荻秀行の漢方健康相談会ということで、あの大宮総合店の方で、やっております。朝10時から夕方5時半までやっておりますので、まあ、漢方に関してのご相談、そしてまた健康に関しての、ご質問、何でも結構でございますので、お気軽にですね、ご相談いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先生またね、明日も総合の方で朝から一日相談会ということで、はい、そうですね、はい、先生も体に気をつけて頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日も小木先生とお送りしてまいりました。小木先生、今日もね、ありがとうございます、はいはい、ここまで小木秀行の漢方で健康にのコーナーでした。また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。